流戦の好調そのまま4連勝と勢いに乗る阪神タイガース。昨夜大山が放った2本のアーチは阪神ファンを驚嘆させ、この後の夢の始まりを思わせるようなまさに主砲としての一撃でした。上空曇り空の阪神甲子園球場から阪神タイガースと横浜 DeNA ベイスターズの一戦をお伝えしてまいります。先発ピッチャーの伊藤、ここまで今シーズン6試合に登板して2勝2敗、防御率は 2.81。 このベイスターズ戦の相性は通算7試合で防御率 1.91 と非常に相性のいい伊藤。赤星さん、はい、今日の2戦もこの伊藤で取りたい矢野監督ですね。最近打線が比較的好調なので、はい、まず先に点を取ってあげることですよね。初球を叩いてきました。今日は逆の風、レフトに上がる、スタンドに飛び込みました。赤星さん、すいません、先に点を取ってあげることですねって言った瞬間に点を取られてしまいましたね、はい。さあこの近本がチャンスメイクを果たして、ワンアウトランナーが三塁一塁で4番の佐藤がバッターボックスです。強引に行く、ね、ケースが多かったんで、はい、打率を上げるように打っていったらホームランも増えるんですけどね、今みたいにね、素直にね、はい、バットをまたこうちょっとね、はい、先にピッチャー向けるでしょ、大山選手、昨日よりもなんか僕このバットのこの動かし方がちょっとだけ大きい気がするんですよ。あ、そうですか。相当中入ってるよ、はい、昔のフランコぐらいやね、ロッキー。ありましたねこれ大山が話していたんですが、うん、バットの先端をピッチャー方向向けますよね、うん、リストをインパクトに向けて返すときはこうリストターンをするというよりもバットの先端をそのままピッチャー方向にこう突き刺すような感じのイメージらしいです。もちろん難しい表現、難しいですね。その下の間の取り方っていうのが、まあすごく状態がいいんだなって、あれがね、手が一緒についてっちゃったりとかするんですけど、ついてってないですもんね、だから余計飛ぶんでしょうね。上の伊藤が関東プロ3試合目なるかという最後の1イニング、アウト3つになりました。引っ張ってサードゴロ、ポジション変わった山田。